んにちは。やけに元気って？まあ私はいつも元気あり余ってるからね。やる気が空回りとかよく言われてたけど、やる気がないより幾分かマシだと思うんだ。いやさ、アークスやってる私の友達全然やる気なくてね、ほんと見ててかわいそうなぐらい。可能なら変わってあげたいけど、そういうわけにもいかないし。だから私にできることといえば、アークス関連の職員になってバックアップしてあげることぐらい。それになるための審査も、これまたアークスに負けず劣らず高い壁なんだけどね。まあやると決めたからには頑張るよ。やる気は才能を凌駕するってところ見せてやりたいからね。お話ししたりお礼を言ったりはできなかったけど、いいです、じっくりやっていきますから。今はとりあえずいるってことが分かっただけで十分です。ここからは根気とやる気の勝負です。大丈夫、私その2つだけは自信がありますからね。本当にいろいろとありがとうございました。すみません、手伝っていただけますか？この先であの子たちがダーカンに襲われているんです。ある程度は倒したんですが、数が多くて。交流とかそういうのは後回しです。まずはダーカンを倒して安全を確保してあげないと。ああ、お前か。今お前に用はねえんだよ。あの仮面野郎はどこだ？あいつを出せ。と言っても、お前は何も知らないんだったっけな。因縁つけられた相手のことを知らねえ。因縁つけられる理由も知らねえとか。面白すぎんだろ。あなた様、何か隠していませんか？無意味な黙秘は身を滅ぼしますよ。やめろやめろ、無駄だシーナ。そいつを食うにはまだ早い。しかし先日の状況を鑑みるに到底無関係とは思えません。尋問して吐かせた方が。なんだシーナ、てめえ俺に逆らうのか？いえ、申し訳ありません。差し出がましい言葉でした。お前は好きなように踊っとけ。美味しくなったら食べてやるよ。それでは失礼いたします。こんな暑いところまでわざわざご苦労様。でもまあ見ての通り、ここには何もないみたいだよ。というか何もなくなっちゃった。誰かが暴れ回ったんだろうね。跡形もなく破壊された機械とか、ひどいもんだよ。まったく
律儀に朝早く暴れてくれてるのが唯一の救いってところかな。ここに朝一で来たりしたらどこかの誰かの大暴れに巻き込まれちゃうかもよ。まあお互いに気をつけようって話。それじゃあね。今はちょっと大きな音を立てないでもらえますか。ほら、あそこを見てください。あんなくつろいでる姿は珍しいです。いつもいつも周囲を警戒してばっかりでしたから。あれは貴公種。あの子たちはここの原生種だから公主が襲う理由はないはずですが、なんだか様子が変ですね。危ない、逃げて。私も精一杯手伝いますから、頑張って倒しちゃいましょう。よっ、相棒、元気にやってるか。ここで巡り合うってのもなんだか運命じみてるな。ほんと迷路みたいだよな。ここさっきから行ったり来たりしちまって道がさっぱりわかんねえんだ。そういや、ちっこい影も何かを探してうろちょろしてたな。いや、さっき奥の方で会ったんだけどよ、俺を見た瞬間パッと逃げたんだ。ほんと失礼しちゃうよな。別に何もしないっての。あいつらはこの辺りの地形を完璧に把握してる感じだったぜ。なんか目印でもあるのかね。まっろくに交流もできないんだし、俺たちは自分で何とかしねえとダメだろうな。ふざけるなよてめえ。いいぜゼノ、来いよ。お前とならそれなりに楽しめそうだからな。ゼノ、落ち着いてって。ちょっとメルフォンシーナ、あなたもそっちの凶暴バカを止めなさいよ。誰のことを指しているのか私には分かりかねます。お前、規制がそがれたか。間の悪い奴め。まあいい、機会はいつでもあるからな。じゃあな、ゼノ、アマちゃんはアマちゃんらしく群れてピーピー慰め合ってな。それでは失礼します。ゼノ。大丈夫、大丈夫だ、エコ。悪いな、手間かけちまった。お前さんもすまねえな、かっこ悪いところ見せちまった。まあ俺の意外な一面だと思っててくれ。詳細については勘弁な。ちっとばかし頭でも冷やしてくるわ。じゃあまたな。あ、ちょっとゼノ待ってよ。ごめんね、私はゼノを追いかけるから。よろしくお願いします。
よし、今度こそあの子たちにお礼しますよ。策？そんなものありません。当たって砕けろというやつです。私あんまり頭も良くないですし、考えていてもダメだと思うんですよね。とにかく思うがままにやるだけやってみてから考える。これはこれでキャストっぽくない考え方ですけど、それが私かなと。さあ行きましょう。今日はどこから探していきますか。あ、そういえばそういえば、私任務記録つけるの忘れてました。これ書いて、あれ書いて。すみません、今って何時ですか？そうそう、8時でした。データ入力っと。それにしても、今日は随分早い出発ですね。まだ誰も来てないみたいですし、こういう早い時刻からの任務ってのも、なんだかいいですね。痕跡ですか？貴公子の残骸も目も当てられないぐらいにボロボロ。こんな戦い方をする人がアークスにいるのかと思うと、なんだか怖いですね。あ、いえいえ、すみません。あの子たちのことをちょっと考えて。リリーパって貴公子とダーカー以外ほとんどいないじゃないですか。とあの子たちにとって周りは全部敵だったんだろうなって。そしてそれは私たちアークスも例外じゃない。こんなに暴れ回ってたら怖がられて逃げられてもしょうがないですよね。ごめんなさい、へこんでいる場合じゃありませんでしたね。私たちは敵じゃないんだよってあの子たちに教えてあげないと交流も何もできませんね。せっかく会えたのに仲良くできないなんて悲しすぎますもんね。何でしょうかこの音。剣撃の音。これって戦闘音。の体はもっと丈夫なはずだろ。つまんねえぞ、もっと気張れよ。ひどい。なんだお前ら。悪いがここは俺の遊び場だ。譲ってやる気はねえぞ。ん？ちょっと待て。そっちのキャストの女はともかく、お前は見たことあるよな。ナベリウスでお会いした方です、ゲッテムハルト様。はあ、あの時のやつか。いけねえいけねえ、獲物の名前ぐらい覚えておかないとな。それでお前がここに来たってことは、あのふざけた仮面野郎も来てるのか。それとも今回はお前が俺を楽しませてくれんのか。てめえに用はねえぞ。この付近で大暴れしているアークスはあなたですね。大暴れ？何言ってやがるんだてめえは。これがアークスとしての本分だろう。惑星に降り立ち敵を排除する。俺たちがやってるのはそういうことだぞ。違います、
私たちアークスは原生の住民との交流も含めた。だからよ、それが奇弁だっつってんだよ。言葉も通じずダーカーの影響を受けてるかもしんねえ奴らと交流なんてできると思ってんのか。なあ、お前もそう思うだろ。いい子ちゃんが。まあいい、どれだけ隠そうとしてもお前から感じる匂いは隠せねえ。ああ、なんだこのちっちゃいのは。じっと見てきやがって気味悪いな。まあいいや、どうせダーカーに影響されて俺たちを狙ってるんだろ。ならここで始末しておいてやらないと、後から来るアークスにも迷惑がかかっちまうな。ダメ。何？大丈夫、今のうちに早く逃げて。てめえの敵を身を挺してかばうとか、バカを通り越して言葉もねえぞ。敵じゃありません。あの子たちは私を助けてくれた。だから今度は私が。なんだ、お前もそっち側か。分かっちゃいねえ。お前らは何も分かっちゃいねえぞ。そんな奴らでもいずれはダーカーに侵食され狂う。なら、そうなる前に殺してやるのが生殺与奪を握る側の優しさってもんだろうが。キャストのくせにそんな目で俺を見るな。一気に冷めた。ファルゾシーナ。はい、それでは失礼します。シーナ、トロトロしてんじゃねえ。大丈夫です、傷は深くありません。私、頑丈なのが取り柄ですからね。分かってます、あの人の言うことにも一理はあるんです。ダーカーの影響を受けて狂ってしまう。狂ってしまったら倒すしかない。それは本当のことですから。私のやっていることも恩返しという名を借りたただの偽善、問題の先送りに過ぎない。それでも私は信じたいんです。ありがとう、心配してくれるの。うん、大丈夫、大丈夫だから。まだ怖いみたいですね。でも大丈夫、きっと大丈夫です。時間はかかりそうですけど、私諦めませんから。新たなマターボードが生まれた。あなたのたどり着くべき道筋に、あなたがたどり着いたからこそ成し得た事実。あなたは多くを見るだろう。この後も、この先も、この前にも。だが、そこから目をそらしてはならない。事実へと通行し、解へと至る。それはあなたにのみ許されることである。私と私たちは願った。私と私たちの責務として、その任務を担う。
だがそれにはあたわず、私と私たちはただ知るのみ。道を外れし道理は無賛するのみ。故に私は職種託す、あなたがあなたである限り、今は理解も理解も不要と、私と私たちは判断する。この場において私は信じてほしいと、それしか言えない。それ以外に意味はないのだから。